いつもなら14歳のワンコのあこちゃんとママのヨーヨーですで始まる私の動画ですが、今日はあこちゃんと出会う前に一緒に暮らした6匹の猫たちのうちの2人のお話をしたいと思います。この写真は約20年前のものです。この子の名前はチャー君。女の子なのですが、鼻筋が通ってますよね。男前女子なのでチャー君と呼んでいました。チャー君はこの当時推定5歳、2度保護されて獣医さんで育てられていた子を譲り受けました。実はこの時には猫エイズの感染が分かっていて、獣医さんから今後の症状についてはサポートしてくださるとのことでした。でも17歳まで長生きしたんですよ。この黒猫ちゃんはティナ。この子はチャー君よりもさらに昔、30年前に一緒に暮らした子です。赤ちゃんを2度産み、誰に教わったわけでもないのに子供たちを世話したり、いろんなことを教えている姿に感動しました。子供たちはみんな里親さんのもとへ行って幸せになりました。とても可愛い声で鳴く甘えん坊の女の子でした。ですがティナは卵巣腫瘍ができた際に手術をした後、なかなか傷口が治らず、それから体がどんどん弱くなって7歳までしか生きられませんでした。皆さんの動画を見ていて、ティナやチャー君に似ている子を見かけると嬉しくなります。でもそれとともに、この2人にもっとしてあげられたことがあったのではとも考えてしまいます。この気持ち分かってくださいますよね。今一緒に暮らしているあこちゃんも、もともとは保護されたワンコです。チャー君が亡くなる少し前に、あこちゃんは我が家の娘になりました。私が寂しくならないように、チャー君が引き合わせてくれたのかもしれませんね。病気と戦っている猫ちゃんやワンコもたくさんいます。みんな元気になってほしいと応援していますよ。今日も動画を見てくださった方、ありがとうございました。すべての動物たちが幸せに暮らし、穏やかに虹の橋を渡ることを切に願っています。それではまたですね。